承知ライターボートレース大村5日間シリーズ西日本スポーツ杯ファイナル優勝戦第12レースを迎えた競争水面です。緩やかにスタート付近向かい風のコンディションになっています。さあコースは定番通りに向きそうです。1号艇は愛知川村亮、前走地玉川戦では4日目に通算1000勝のメモリアルを飾り優勝での締めくくり、今節は自身初の2場所連続優勝のマイメモリアルを刻むことができるか注目の一戦。2号艇は東京今泉優吾、4年前大村ルーキーシリーズを6コースから制して21万周を出した今泉です。今回は注目モーター19号機2号艇2コースからの進入。3号艇は東京斉藤陣、G1V3 の実力者、今節ここまでオール3連敗。そして4コース4号艇徳島の市橋隆史、角へと下げていきます。スタート力発揮した角構成なるかどうか。5コース5号艇群馬の坂本勇樹はデビュー3年目、初出場の大村で初輸出。そして6号艇香川中村明人もトーチとの相性よく今回で5連続輸出。そして前走地尼崎 G2 ボートレース甲子園からの連続輸出です。西日本スポーツ杯優勝戦、1番2番3番4番5番6番の進入スタートしていきました。踏み込んでいった確定、4番5番中でも好スタート好タイミング。さあしかしインコースから1号艇の川村先手、2番はこの内に向きました。サッシがくるっと抜け出してくる2号艇の今泉、先行は2号艇の今泉、追走に1号艇の川村、そして6号艇と4号艇が接戦、後ろ3番5番の順で2番手へと向かっています。スタートは前提正常です。2号艇の今泉トップで2マーク、6番回しての1番の差しは1号艇の川村2番手先行、膨らんだ6号艇の中村の位置には4番の市橋が並べる格好でレースは2周目の攻防です。2号艇の今泉が今リードを守護停止にとって2周目1マークを迎えました。続いているのは1号艇の川村、そして4番回って6番が差し、全速で差した6号艇ですが差し抜ける6号艇中村、3番手を取りました。体型は2番1番6番の体型、先頭2号艇今泉はどんどん後ろを離しますが、一方で1番6番4番まだ2番手以降は接近した格好です。2周目2マーク、2番手は1号艇の川村、6号艇中村、ここは届かず差の方は少し開いていきました。そして4番手は4号艇の市橋も3、4艇進行法となっていて、上位の体型2番、1番、6番、あとが4番、3番、5番の順、最終1マークの旋回です。先頭に立ったのは2号艇の今泉、追走1号艇川村、そして6号艇の中村、3番手で上位体型2番、1番、6番と落ち着いた格好。昨年2月桐生での G1 戦以来となるおよそ1年半ぶり9回目、大村では2度目の優勝に向かって2番の今泉、最終直線216で3連単のオッズは 49.5 倍を示しています。先頭2番今泉優勝のゴール、2着1番川村、3着6番中村、そして4番市橋、3番斉藤、5番坂本ゴールイン。